イテム番号 SCP-705JP。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-705JP はサイト81の3層に分けられた生物収容室の第3層に現在、引き飼育されます。収容室には財団指定の防疫服を身につけて入室し、退室時には第2層目に備え付けられた液層に8分間浸かり、付着している SCP-705JP を窒息死させてください。収容室に毛皮製品を持ち込むことは許可がない限り禁止されています。実験を行った後には使用した毛皮製品を必ず焼却してください。SCP-705JP が第1層目まで脱走した際には、その SCP-705JP 群に対して焼却処理プロトコルを開始してください。外部で SCP-705JP が発見された場合には当地に焼却部隊が送られます。焼却部隊が SCP-705JP の処理を終えた後、現場は口述の再出現のため、監視されます。実際に再出現が発生した場合には目撃者には B クラス記憶処理が行われ、現れた実態は近隣のサイトに送られます。説明 SCP-705JP は異次様な木が、薬剤耐性を持つコロモジラミ、ペディクルスヒュマヌスコーポリス、です。通常は他の異次様性を示しませんが、毛皮製品に寄生した場合にさらなる異次様性を発現します。SCP-705JP に寄生された毛皮製品は人間に使用された場合にその人間、以下被験者、を消失させます。後に大多数の被験者は消失から最短49分、最長、が月間の期間を経て消失地点に再出現します。帰還した被験者のない、87% には全員、以下の項目すべてが認められます。頭部への複数回の打撲痕、口周辺の切な創、首への極度の圧迫痕、声帯と両腕の切除等の外科的な手術痕、PTSD 等死に該当する心的外傷。下の2つが主な原因となり、これらの被験者へのインタビューの試みは成功していません。残り 13% は SCP-705JP-A と変質しています。SCP-705JP-A は被験者と同一の個体で、消失中の記憶を保持していません。それにもかかわらず、SCP-705JP-A は共通して毛皮製品は非人道的で使用されるべきではないという認識を持ち、毛皮に関連した話題が出てきた際に極端な言動と行動の変化が観察されます。その変化から SCP-705JP-A は毛皮製品を使用することを嫌悪し始め、毛皮製品使用への批判、不買運動、さらには反毛皮団体への入団またはその創設を行います。この行動は過激化していき、最終的に毛皮関連企業に対しての銃撃、爆撃、等の武力行為に発展します。この行動について、SCP-705JP-A への尋問では、動物がかわいそうだから、やらなくてはいけない、義務なのだ、等と回答します。なぜやる必要があるか、何からの義務なのかという質問に対して明瞭に答えられる答えはいませんでした。また、SCP-705JP-A が接触した毛皮製品の表面には SCP-705JP が約、引き出現します。この性質から、現在確認されている SCP-705JP-A は全て拘束されています。消失後、再出現していない被験者は本校執筆時点である現在まで消息が判明していません。ホイ 1SCP-705JP-A への検査の結果、数種の抗精神薬と未知の薬剤、並びに財団において旧世代に使用された、クラス記憶処理薬が投与されていたことが判明しました。このことから、SCP-705JP-A に対して高、クラス記憶処理薬を投与することで消失減少中の出来事の解明を行うことが提案、承認されました。インタビュー記録 705JP-8。対象 SCP-705JP-A-4。不起 SCP-705JP-A-4 は元財団のエージェントであり、SCP-705JP の初期収容に携わった際にオブジェクトの特性により消失。再出現後に SCP-705JP-A に認定され、拘束状態にあります。録画開始。投薬後、下を向いて座り続けている SCP-705JP-A-4。室内に研究員と警備員が入室する。研究員気分はどうですか ?SCP-705JP-A-4。SCP-705JP-A-4、ゆっくりと頭を上げる、最悪の気分だ、あんたらが俺の記憶を掘り返しやがったからな。研究員今回はその記憶について伺いたいと思います。
SCP-705JP-A4 層でなければ、思い出させなかっただろうな。10秒間の沈黙、わかった。聞けば、俺がなんで最悪の気分なのかわかるはずだ。研究員ご協力ありがとうございます。あなたは消失現象中に何を経験しましたか？ SCP-705JP-A4 最初に見たのは檻と人？俺は大型の檻の内側で数人の奴らと一緒に入れられてて左右にも檻があって中身も似たような感じだった。奴ら全裸で、それを見て俺も裸だって気がついた。研究員檻の外はどうなってましたか？ SCP-705JP-A4 何メートルも下に土があって、周りには明らかに人間用の大きさでじゃない巨大な工場の建物が見えて、それで野外に檻があるんだろうかって、思った。研究員それから何がありましたか？ SCP-705JP-A4 最初は閉じ込められてる以外には何もなかった。水は檻の上から下ろされた飲み口から飲んで、食料は俺の身長はあるって思った巨大な人のような奴が、檻の横の口にペットフードのような成形物を入れていてた。トイレはなくて、檻の中に残すのは気味が悪すぎだからって、みんなで網目から檻の外に向けてやってた。一度、そのペットフードを入れてる奴が覗き込んできたことがあったが、3秒間の沈黙、顔に何もない、顔なしだったよ。その監禁が3日続いたくらいだったか、檻から数日ごとに人が文字通りつまみ出されて出されるようになった。出された奴が一体どうなるのかわからなかったが、それが10回は繰り返された頃にあることが起きて、わかった。研究員あることとは？ SCP-705JP-A4 檻の下、目の前に男が連れてこられた。そいつは俺たちより大きくて、顔なし野郎のサイズと比べると狐みたいだったが、普通の人間だった。引きずられて目の前に来る、来るまで足をジタバタさせて、叫んでた。あの顔なし野郎は俺たちの前にそいつを引き出した後、その男に巨大なコンボを振りかざし始めた。男は叩くごとにうめき声を上げて、ゴロリと地面に転がった。それで、そいつの首のあたりに足を置いて窒息させて、男を全く動かない、静かな状態にした後に、うめき声を出す、野郎は、編集済み。SCP-705JP-A4 もう、長い期間檻の中で、俺も含めて全員消耗してた。それでおかしくなってる奴らが出始めてた頃だったから、見ないとが切れるように壊れた。一人は断続的に叫び、一人は隅でブツブツつぶやくようになった。俺自身も何日も呆然としたままだった。ただ、これはマシな方で右隣の檻の奴なんか、罵倒、仲間を生で食べるぐらいイカれてた。俺がこいつの檻でなかったことだけは感謝だ。それからずっと、ボケたままキチガイどもの叫びや血の匂いやらを嗅いだり聞いたりしなきゃいけなかった。最悪だったが、あれがあったから、ある時、真実に気がつけた。そう、毛皮だ。研究員真実とは何でしょうか？毛皮とは？ SCP-705JP-A4、無表情になり、まっすぐ研究員を見つめ始める、あそこは、屠殺工場だ。私たちは家畜であった。檻の中で毎日餌をでされいかされ、字が来たら、編集済み、される。私たちから取られた、編集済み、は道具に使われることとなる。SCP-705JP-A4、目をそらす、それが分かって、すぐ俺は謝った。目をつむって、手をすり合わせて、動物をもう悪く扱わない、だから許してくれと。それで、目を開けたら突然どこかの地下室のような部屋の中で首を固定されて、椅子に縛られていた。次に後ろから、お前は許されたが、義務を負う？と、変声機で変えたような構成で言われた。何者だったかはわからなかったが、話すだけでもあの化け物ではなかったんだと思う。それからは椅子に固定されたまま、薬剤をしこたま打たれたり、教育、とやらで目の前にスクリーンを出されて変な音や絵の鑑賞会をさせられた。思えばあれは情報災害の一種だったんだろうな。その後はただ、瞬きもしないうちにあの場所に返されただけだ。研究員ありがとうございました。SCP-705JP-A4。一つ質問があります。SCP-705JP-A4 なんだ？研究員あの毛皮製品に接触した SCP-705JP-A と通常の機関車、未機関車の違いは一体どこにあると思いますか？SCP-705JP-A4、先ほどと同様、研究員をまっすぐ見つめ出す、いつ悟ることができたのかの、タイミングだ。
研究員タイミング ?SCP-705JP、A、4に津懺悔できたかが重要だ。解放された者は、たとえ、編集済み、される寸前でも真実を悟り謝罪した。帰還できなかった者は、悟る前に愚かな囚人に命を絶たれたか、製品が剥がれる苦悶の時になり、ついに悟ることとなった。私は早く謝罪し、許された。だから義務を果たさなければ。SCP-705JP、A、4、研究員の首にかけられたカードキーを抜き去ろうとしたところを警備員に取り押さえられる。録画終了。収容報告書このインタビューで、消失現象に異様な技術を有する団体が関与している可能性が示されました。今回判明した消失中の状況は 85% の被験者の外傷と合致し、再出現の条件から未帰還者は全員死亡しているものと推測されます。ホイニ記録調査の結果、1900年1月日、クラス記憶処理薬を含め大量品がサイトへの輸送中に、動植物の解放戦線を名乗る団体に強奪されていたことが判明しました。現在、動植物の解放戦線についての調査が進行中です。